もう一回広げ直し、左ファーサイドへ折り返し、こぼれてる、西矢、新井がここで奪います。新井のクロス、馬券がスルーしてこぼれ球、西矢、うわ、だからあとは周りの選手を生かしていくようなポジションというところを取ってますね。杉本から縦につないで左の西矢、得意のポジション、西矢仕掛けて中に切り込んでシュート、きたー、さあまた入ってきた、これも中央、同じように流れてシュートは決まった、